伊達自動車営業所北海道旅客鉄道伊達自動車営業所はかつて存在した国鉄バス北海道旅客鉄道バスのバス営業所である。本営業所は戦後の復興物資を輸送するための軌道運営自動車区として1947年に開設された肝別自動車区が前身である。翌1948年には豊浦と京国を結ぶ予定線が 鉄道線の培養という使命のもとに開業した。その後1955年には同様の使命により、伊達都とーラを結ぶ伊達線が開業した。貨物輸送は1953年までに廃止されている。1970年以降は、モータリゼッションの進行に伴い路線網は徐々に縮小され、1984年には、妖定線は、 伊達線に統合された。国鉄分割ミニエーカー後も、JR 北海道のバス路線として運行が続けられたが、1996年3月限りで、伊達線は全廃となり、道南バスに移管された。1984年までに大部分が廃止され、残存路線は伊達線に編入されている。主に、日野車が配置されていた。 特に貨物営業路線としての設定がされていたわけではなかった。米軍払い下げのトラックを使用し、マンガンや原木などの輸送のほかトラックに排泄板を装備して、道路の除雪も行った。ABC、JR 北海道立て JA4 月廃止路線も、道南バスに継承、交通新聞交通新聞社、1996年1月26日、一面。 ありがとうございます。